福島町は長崎県の北部、福島を主な行政区域としていた町である。北松浦郡に属した。2006年1月1日、松浦市及び北松浦郡高島町と新設合併して、新市制による松浦市となった。長崎県の北部に位置する。福島は伊万里湾の中央部に位置しており、東西約 7km、南北約 8km の長さを持つ。長崎県に属してはいるが、島の東側の対岸は佐賀県伊万里市である。伊万里市との間には1967年10月に完成した長さ225メートルの福島大橋が架けられており、陸路を通る際には佐賀県から島へ入る形となる。このほか、対岸の佐賀県との間の海上には、いろは島と呼ばれる48カ所の島が浮かんでおり、これらも福島町の行政区域に含まれている。かつては町内に炭鉱があったが1972年に閉山。現在では車エビ及び真珠の養殖業が主産業。また炭鉱跡地には液化石油ガスの備蓄基地が建設された。大字はなし。合併し、松浦市となって、以降は、面の名称に、福島町を冠し、福島町面と表記している。中学校、小学校最寄り空港は、佐賀空港、福岡空港。長崎県にある島でありながら、長崎県内の本土地域へ直行する交通手段は、海務で、佐賀県伊万里市との間にのみ交通が整備されている。バス西小江自動車により、伊万里駅前と福島を結ぶ路線バスが、運行されている。このほか島内を循環するバスも運行されている。船舶金子改装店により、伊万里市の西北端、伊万里湾西岸部の松浦市に近い位置にある浦野、紀行と福島を結ぶ定期船が運行されている。浦野紀行の位置は、松浦鉄道福島口駅に近い。この定期船はフェリーではなく、自動車で福島から長崎県内本土地域に行く場合は、伊万里湾東岸の福島大橋を渡り、伊万里湾沿いを大回りしなければならない。長崎県道、佐賀県道103号、畿内瀬鍋串、辻仙街市周道路の役割を担うが、狭小な1車線区間もある。島内には一般国道及び主要地方道はない。ありがとうございます。